Hi everyone, welcome to the 7th episode of Hakuoki Shinsengumi Tam. I have solved the technical issue. It only takes me like more than half an hour more of editing time, but that doesn't matter because yay, we have episodes and we can continue and I am happy, so let's get started. So here we are. Oh yeah, I remember this. Totally forgot what the last episode was about. Oh, wow, that was short. I'm surprised. Oh, wow. So, let me get some bit closer. Settle into my chair real nicely. Okay, I'm ready. こんな色気のない場所、合いびきにしちゃ趣味が悪いぜ。またお前たちか。田舎の犬は目端だけは聞くと見える。それはこちらのセリフだ。原田さん、斉藤さん。下がっている。将軍の首でも取りに来たかと思えば、こんなガキ一人に一体何の。You can let go of her shoulder. 将軍も貴様らも今はどうでもいい。これは我ら鬼の問題だ。鬼だと聞いていただけませんか。禁門の時と同様、私は君と戦う理由がない。あいにく俺にはあんたと戦う理由がある。仕方ないですね。てめえの面を拝むのは禁門の変以来だな。俺様の銃とお前の槍、この距離でどっちが有利か見てわかんねえのか。知らないとか言ったか。余裕かまして油断してんじゃねえよ。え、叩いてねえぜ。え、なぜ撃たねえ。銃声を聞きつけたつまんねえ奴らに水を刺されたくねえからな。 Sure. Wait, where was his hand? その必要はない。山崎さん、君はこのまま俺と豚所へ戻れ。武士気取りの田舎者が。てめえらは何だってこんなガキに用がある。しずるはお前たちにはすぐ difference in expression between those two。 だから我らが連れ帰る。それだけだ。 We'll be taking her? Wow, that's really messed up. どういう意味だ。これ以上の戦いは無意味です。長引いて強が乗っても困るでしょう。確認が叶った以上、長いは無用。チッ、むざむざ逃がすと思うか。いずれまた近いうちに迎えに行く。待っているがいい。I can fly. No, not really. But it looked like it. Yeah, she faints again.
おいお前、あいつらに狙われる心当たりでもあるのか。いえ、私にもよく。Well, they clearly said something about you being a girl and being an Oni, and maybe they want you because of that. Episode 7, The Feathers of Fate. I like alliteration. どういうこと？鬼を知らん？本気でそんなことを言っているのか？我が同胞ともあろう者が、雪村千鶴。鬼だなんて一体。Because you are? Maybe? That's Akita, right? Yep, it's Akita. 沖田さん。Whoops! Why didn't he clean that up?Seriously, someone would find out. みっともない。なんだてめえは。俺たち勤労の死に意見するってのか。最低ね、あんたたち。てめえ、なんて言いやがって。もういっぺん言ってみろ。あなたたち。なんだてめえは。なぜか弱い女子供に暴力を振るおうとするのですか。町人を守ってこその侍でしょ。なんだと。てめえ。She seemed surprised that they would attack her. 安心しろ。Like what? 峰内だ。無茶をするな。すみません。ついとっさに。そうよ。あんなの私一人でも大丈夫だったのに。すみません。あなた勇気があるのね。老師相手に立ち向かうなんて。ありがとう。あ、いえ。助けたのは斉藤さんで。He actually seemed genuinely nice instead of Kaoru. これも何かの縁だと思うし、仲良くしましょうね、女の子同士。え？ Well, how about being fast? もしかして内緒だった？ところで、あなたお名前は？雪村千鶴です。よろしくね、千鶴ちゃん。私のことは千って呼んで。千？お千ちゃん？うん。じゃあまた会いましょうね、千鶴ちゃん。あの、私の断層ってそんなにわかりやすいですか？ No, it's womanly intuition. さあな。What did he mean by that? あの、斉藤さん。じゃありませんよ、まったく。伊藤さん、どうしたんですか？ Oh, my nail broke off. どうしたもこうしたもありませんよ。大使たちの健康診断とかで松本とかいうお医者様が無理やり私の服を脱がそうと。Oh, God, please. 松本良純先生。You can keep your clothes on. I agree. そんな名前だったかしら？私も健康診断に行ってきます。ちょっとあなた。Wow, okay.新パッチンの場合、体が頑丈だ。見てもらうのは頭の方だよ。ああ、エースケプラスワン。余計なこと言ってんと、締めんぞ、ヘイスケ。Oh, that's what I saw last time. アガクラ新パッチンか。よし、問題ない。次。ちょ、先生、もっとちゃんと見てくれよ。Don't you want to see more of me? 申し分ない健康体だ。新パチ、後ろが疲れてるんだから、さっさと終わらせろ。そうじゃなくてよ。もう他に見るとこないだろ。どういて。診察は見てもらうものであって見せつけるものじゃない。さっさとどけ。I still can't believe he said that. No. Oh my. Oh, what did I just see? No.
Okay, I'm gonna forget about this real fast. 松本先生、健康診断はどうでしたかな？怪我人や病人を合計したら全体死の3分の1近くになるんじゃないか。なんと、はあ、なんとじゃないぞ近藤さん。あんたらは今まで何をやってたんだ。切り傷からしぶり腹まで。この短所は病の見本市だぞ。 Did you rape them? 病の見本市。 I can't get out of this snow anymore. まずは病室を用意し、そこに病人を運び込む。衣類はすべて消毒。ほこりを払い、とにかく短所を清潔に。今日一日を大掃除の日といたす。 We are a bunch of housewives right about now. Oh, how about that with a broom? It's no, just no. Hensuke, you look sad. もしかしてまだ体調が良くなってないんじゃ？え、あ、いや実はさ、調子が悪かったわけじゃなくて、ただ将軍の警護に行きたくなかったんだ。え？もともと新選組は京の治安維持が目的だった。なのにいつの間にか幕府の家来みたいになっちまってさ、なんだかやる気が出なくて、何がしたかったんだろうっていろいろ考えちまってさ。そうだったんだ。でも千鶴は心配すんな。たとえどんな連中が攻めてこようと、ここにいる限り俺が指一本触れさせねえからな。うん、ありがとう。 So now you know my favorite character. 松本先生、千鶴くん、ようやく会えたね。近藤さんに感謝しなきゃな。松本先生と近藤さんが恋にしていたことは俺も知っていた。何か手がかりになればと思いましてな。お二人ともお気遣いありがとうございます。文はちゃんと届いていたんだが、肝心の君の消息が分からなくてね、連絡の取りようがなかったんだ。そうだったんですか。ところで松本先生、父様は？残念ながら私も高堂さんの居場所は知らないんだ。 He's officially useless in your eyes now. そうですか。松本先生、教えてください。父様は本当にあの薬の研究をしていたのですか？うん、君はここにいることであの薬に関わってしまったようだね。 It was inevitable. 高堂さんが新選組で行っていたのは、幕府の命令により羅刹を生み出す実験だった。羅刹とはすなわち鬼神のごとき力と驚異的な治癒能力を持つ人間のことだ。羅刹。そしてその羅刹を生み出したのは落ち水という薬だ。これは西洋ではエリクサ、中国では仙丹と呼ばれるものに値する。落ち水。その薬を飲むと腕力がとても強くなって傷の治りもすごく早くなる。でも同時に自分を失ってしまうほどの苦しみが伴う。そこまで知っていたのか。どうして父様はそんな研究を？高堂さんの考えに関わらず、幕府の命は受けざるを得なかったのだろう。しかし結局高堂さんはここを去った。確かな良心があるからこその決断だったのだと思う。 Yeah, that's what I mean. 自信を持ちなさい。君の父上は尊敬に値する人物だよ。はい。ところで先生、ん？お伝えしたいことが。三男君、生きていたのか。はい、ご心配をおかけしましたが、ここであの薬の研究と改良を続けています。成功したということか。見ての通り、私がその実例です。
だが君が表立って動けぬところを見ると完全ではないのだろう。しかし改良を続ければ実用化も可能です。やめた方がいい。あれは危険すぎる。しかし薬の研究は幕府からの命令ですぞ。それはそうなのだろうが。 He looks pleased. Or like, I don't care what you say, I'm just gonna continue. I probably think it's that.食欲が振るわず、微熱が続き、夜中に大量の汗をかく。ええ。はあ。結論から言おう。お前さんの病は老害だ。老害? That's like deadly at that time, right? やっぱりあの有名な死病ですか。驚かないのか。面と向かって言われると、さすがに困ったな。笑い事ではなかろう。That's 今すぐ新選組を離れて療養した方がいい。空気のきれいな場所でゆっくりと。新選組を離れる?それはできません。命が長くても短くても僕にできることなんてほんの少ししかないんです。新選組の前に立ちふさがる敵を切る、それだけなんですよ。先が短いならなおさらじゃないですか。ここにいることが僕の全てなんです。しかしお前さんの覚悟は分かった。ならばなおさら今後は私の言いつけを守ってもらわねばならんぞ。くれぐれも無理はしないように。はい。あ、近藤さんたちには言わないでくださいよ、先生。約束ですからね。He looks too happy. 千鶴ちゃん、出ておいで。もういいから。Yeah, of course he knew he was there. はい、こっちこっち。こっちこっち。もしかして今の話、本気にした?こんな冗談みたいな話、誰にも言わないよね。Joke? もし誰かに言うつもりなら、やっぱり切らなくちゃならないかな。沖田さんはいつもそればっかり。そうかもね。沖田さん、病のことは黙ってます。絶対に誰にも言わないって約束します。ありがとう。 Don't cry. お前は雑用をやらされているのか。鬼の血を引いているお前が人間の使い走りとはな。何しに来たんですか。 That seems ironic, to be honest. 滑稽を通り越して哀れにすら感じるぞ。 Yeah, I kind of agree. そう生きり立つな。今日は戦いに来たわけではない。お前は行動と関わりがあるのか。父様を知っているの。雪村行動は私の父です。なるほど。あなたたち父様に何を。敵地に単独で忍び入るか。悪いがそんな勝手は見過ごせねえな。昼間から何しに来た。女を口説くにはまだ早い時間だぜ。こいつに近づくんじゃねえ。みんな、そうなんです。そうして群れるは犬猫のごとくだな。言ってくれる。遊んでほしいなら相手をしてやるが、あいにく今日は用事を済ませに来ただけだ。それからただの人間を鬼に作り変えるのはやめておけ。人を鬼に作り変える。お前には関係ねえ。ああ、白昼堂々女を襲うようなゲスの言い分なんざ聞く耳持たねえな。愚かな。俺はお前らに情けをかけわざわざ忠告してやってるんだ。ここは俺らの領分だ。
ごたくを並べてないで。Actually, とっとと帰れっての。Okay. 弱い犬ほどよく吠えるな。千鶴、行動はこちら側にいる。意味はわかるな。お前の父は幕府を見限ったということだ。お前がここにいる意味は何だ。よくよく考えることだ。He's not obligated to stay there. 父様が向こう側にいる。では父様は攘夷派に。そんな顔すんなよ、千鶴。あんな奴の言うことなんか信用するな。ああ、本当のことを言って保証はない。行動さん探しには観察型も動いている。いずれまた情報も入るだろう。はい。彼らに何の用があったのですか。あの娘と行動の関わりを確かめに行ったまで。本当にそれだけですか。何が言いたい。あの人間たちに興味を持っているのではないかと尋ねているのです。興味ではなく、ただの哀れみに過ぎない。これ以上人間に関わるべきではありません。我々は薩摩に受けた恩を返すためだけに。羅刹隊と命名しました。組の強化のために我々を使ってください。Okay, this ending was not the table. Yay! Well, knowing Khan now, he's probably going to agree with him. But I don't think that's a bad thing, actually. Like that, Furies have a reason to exist, for that matter.あの子、本当に君に似てたよね。俺はそうでもないと思うけどな。ならば女物の着物を着せてみればいいのではないか。え？ Next episode, Fleeting Dreams. I look forward to that one. Anyway, that was the 7th episode of Hakuoki Shinsengumi Kitan. And this episode, I think, contained just the right amount of drama and hopelessness.I know it's bad to like that, but I really like that. The scene with Okida and the more than a few times of Chizuru going downhill. And yeah, but that scene with all those naked man torsos, I can't wipe it from my mind. Like, it was so in your face. It was so in your face.Like in the game, it's brought kind of funny and light, but this was so in your face. Like, you have to find this funny, but I just found it very, very disturbing, you know? And also, the beginning was really, really short. I think it wasn't even 30 seconds or something. I liked it longer, to be honest. But...Once again, this was a lovely episode, and I can't wait for the next one. Well,
without further ado, I'm gonna end it now, because I can rant about Naked Man Star Soul for all my life, but I'm not gonna do that. Yeah. Okay, wow. Okay, okay. I'm not gonna talk about it anymore. Okay, bye-bye.